キャンパーの皆様こんにちは。こんにちは、マカダミアナッツです。再びこの地に戻ってまいりました。実はですね、この前ナッツ村を去るという動画を投稿したんですけど、なんかねコメントで地主さんから直でお話いただきまして、また戻ってくることができました。ナッツ村の土地は今まで借りてたんですけど、厳密に言うと昔作った広場の方が違う方の土地で、夏村でキャンプしてた時にそっちの地主さんが見えたことがあって、偶然お話しする機会がありまして、でその方にちょっとコメントでご連絡いただきまして、キャンプの方をやってもいいよというお話をいただきました。この場を借りてありがとうございます。というわけで、今からねちょっとこの山のね管理を任される立場となったこともあり、山道とあと山のねてっぺんを整備していきたいと思います。このような機会を設けていただきありがとうございます。よし、じゃあね、お願いします。いや、お願いしますってか、俺も頑張るけど、そこでやるか。よっしゃ、やるぞ。あげます。任して。好きやなぁ、もうアシシはもうそれ大好きやん、もうこの一式買おうかな。これでなんかアート作品作るか。打ち上げ花火みたいな。言うねえけどな。もう説明いらんもんね。おお、任してよ。じゃ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 ーん。俺何もやってないけど。できました。ありがとう。かまへんかまへん。というわけで帰ってきました。あの人にちょっと挨拶してくるわ。俺の守り神。あ、でも夏村側や。夏村側の勢力や、あいつ。敵対勢力や、あいつ。一応でも、挨拶しとこう。ただいま。おかえり。いや、俺を見る理由ね。ありがとう。いや、いいよ。マジで。いや、仕事したくなる。草刈り呼んだよ、俺呼んで。ということでね、今度からね、ちょっとね、ここでやろうかな、と思う。そう。いいんじゃないで、まぁ、あの辺と、うん、ハンモックして。届く？いや、むしろね、短いと無理なんやで。うん、まぁ、あ、ここやな。で、ここで、
じゃあこれからもよろしくお願いします。お願いします。めっちゃ早かったですが、来るの昨日ご連絡いただいて、コメントで昨日ってか、まあ、夜中1時ぐらい一緒に ABEX やってて、で明日行こうかって、明日ってか今日やね、うん、今日そのままちょっと寝て行くかって言ってました。でそう、キャンプ場、人のキャンプ場行ってみたけど、まあもちろん良かったけど、なんかね、まあ自由度は限られるよ ね、 そうね、やっぱ人の目気にするしね、うん、言いなかったけど、うん、ありがたい、その分頑張らせてもらいますんで、じゃあ本当にありがとうございました。ありがとうございました。今後もお楽しみに。またね。よし。よし。ここはカットだよ。やめろやめろ。